こんにちは。この動画は過去3本の動画の続編です。私が4月3日に緊急で東京から他県に向かっている最中、ながらスマホ運転で練馬警察署地域第4係に取り締まられた件の続編です。取り締まられた場所は新目白通りで、罰金が1万8,000円で、引かれた点数がマイナス3点です。カップホルダーに立てていたスマホを一瞬持ち上げて、ボリュームを上げる操作をしただけで、画面を一切見ていません。ところが、警察官が目の前に走ってきて、取り締まられてしまいました。他にも納得できないことがあります。過去の動画を概要欄にリンクしておきますので、詳しくはそちらの動画を見てほしいんだけど、なぜ俺が他県に向かっていたかというと、他県の保健所や警察署と連絡を取り合って、緊急で他県に向かっている最中で、その場で警察官に抗議する余裕がない状況で、サインを求められたからです。はい。で、まあ、現場で1万8,000円の罰金の納付書をもらったんだけど、納得がいかない場合は、池袋通告センターに出頭するように言われていて、今日がその出頭日です。あ、すいません。すいません。池袋通告センターってどこですか？池袋通告センターってどこですか？池袋の警察署。あ、池袋警察署でいいんですか？そうそうそう。あ、そう、わかりました。池袋通告センターって池袋警察署なのね。通告センターってどういうふうに聞いてきた？池袋。あ、いや聞いてないです。池袋警察署の中にあるんですか？カーナビでその辺だったんですよ。ちょっとあれだけど、もしかしたら交通違反の件。ああ、わかんないですか？じゃあね、警察署行ってとりあえずちょっともう一回聞いてもらって。わかりました、了解しました。ありがとうございます。ちょっと道に迷いました。時間がねえじゃん。3時半までに行かなきゃいけないんだよな。そもそもね、こっちはね、納得がいかないのにさ、出頭日をさ、平日のたった1日に指定すること自体が、なんか理不尽な気がする。しかも、3時半までに行かなきゃならないんですよ。普通さ、そんな条件だと仕事を休まなきゃいけなかったりとか、早退しなきゃいけなくて、自分がされた交通取り締まりに納得がいかなくても、泣き寝入りで罰金払っちゃう人がいると思うんだよね。まあ、そんなこと言ってもね、そういう制度だから仕方ないんだけどさ。とりあえず、池袋通告センターは、池袋警察署の中にあるっぽいので、間もなく到着します。せこいこと言うようで、悪いんだけど、池袋警察署って駐車場がなくて、駐車場代自腹なんだけど、納得がいかなくて出頭するのに、出頭って理不尽だよな。定期券をお持ちの方は、定期券を挿入してください。駐車券をお取りください。場内の案内表示に従ってご入場ください。番と番号札をお持ちの方、窓口にお越しください。はい。否認なさってるっていうことですよね。そうですね。はい、そうですよね。なので、そんな書いてありました。あ、こちらの方で承ってます。あ、そうですか。はい。それでですね、ちょっとご説明しますね。こちら通告書になります。お名前と住所間違いないでしょうか。はい。大丈夫ですか。それでですね、こちらの用紙もお渡しします。納付書になります。で、はい、こちら納付書を納めてしまうと、はい、認めたってことになってしまうので、はい、このまま認めないっていうのであれば納めないでください。でもやっぱりってまあこれで納めて終わりにしたいってことであればこの用紙のお渡しします。なのでお渡しします。まあ否認してるからやっぱり認めるってないですよね。ないですけど、はい、やっぱりまあ面倒だから終わらせたいっていうこと。そう、面倒っていうか、まあ終わらせたいっていうのであればってことなので、こちらのお渡しすることになってますので、こちらの方もお渡しします。はい。で、それでですね、7月18日ですけど、こちら墨田区の墨田分支の方に出頭の方をしてください。また行くんですか。はい。こちらはこの用紙をお渡しすることになってますので、はい、ここに受付時間とか書いてますので、はい。こちらとこちらの用紙を持ってお持ちになってください。はい、それで、まあ、この日ちょっと都合が悪いって言えば、平日1週間ぐらいは電話しなくても大丈夫なんですけど、はい、まあ、それ以降ちょっと遅くなるっていうのであれば、はい、こちらの方でちょっと問い合わせていただいて、まあ、ご相談してみてください。はい、この7月18日に墨田分室っていうのは錦糸町のとこです。何しに行くんですか。こちらの方でこの違反について認めないというそういうお話を聞く場なんですね。警察官が。はい、一応警察官。で、それから今後まあそれをちょっと受けて。まあ、警察庁の方に書類の方を移すような形になりますので、はい、なるほど。はい。面倒くさいな。まあ、そこまで墨田分室に行く前までにはまだ反則金を納めて終わらせる手続きができますので、一応今日納付書の方も合わせております。否認なんだけど、面倒くさい人は納めちゃうじゃん、それだと。基準の場合は今度は国籍制度ではなく通常の事件としての現実的で墨田分室に出頭していただいて違反認められない理由などをお話しいただくという流れになります。なるほど。はい、ちょっと取引めいてますね。否認なんだけど面倒くさければ払って済ました方が。ああ、面倒だな。わかりました。7月18日に行けない場合はどうすればいいですか。そうしましたら連絡すればいいですか。そうです。ここの方に連絡先ありましたので、こちらの方に電話してください。これも平日ですもんね。で、3時半まで。ここに時間書いてますね。午前が8時半から11時、午後は0時30分から3時30分までですね。この中の自由な時間に行くんですね。はい。わかりました。はい。で、こちらの用紙をちょっと受け取りましたということで、これ違反認めないとか認めるんじゃないんですけど、それを私したってことで受け取りました。こちらです。とフルネームで感じてもらいます。こうですか。多分行く人あんまいないですよね。認めないけど払うっていう手段はないですか。認めないけど払って終わりやさせるってそれはもうそれぞれの考え方というか。ながらスマホをしてない証拠があってもダメですか。それはそれはご自身でそういうのがあれば墨田分室に持っていくってことですか。成立を判断する場所ではないので。わかりました。ありがとうございました。わかりました。ありがとうございます。なんかさ、池袋通告センターに何しに行ったのかよくわかんねえ。納得いかねえ。池袋通告センターの方が、俺の顔を見るなり、俺から否認と一言も言ってないのに、なんで否認と分かったのか、不思議です。俺さ、疑問なんだけど、平日の真っ昼間にね、自分の仕事を犠牲にしてね、何しに池袋通告センターに行ったのか、よく分かんねえじゃん。また、新たな支払い用紙をもらいました。納付期限は5月8日で、18,000円です。はい。で、引き続き、ながらスマホの否認をする場合は、7月18日に、警視庁交通部交通執行課墨田分室に午後3時半までに行かなければなりません。おかしくねこれ。誰だってさ、金納めてさ、終わらせたくなっちゃうよね。こんな振り回されたらさ、この制度、ちょっと、疑問というか、警察の都合よくできてますね。これさ、払って終わりに、しようかな。どうしようかな。うん。俺さ、無知だから、てっきり今日、池袋通告センターで自分の言い分を説明するのかと思ってたんだよね。クソだな。すげえ振り回されるな。7月に出頭する警視庁交通部交通執行課墨田分室は、錦糸町だから、遠いし。こうやって否認してる人に、また新たな納付書を渡すということは、めんどくさければ、払って終わらせることもできますよ。っていうことなんだろうね。まあ、池袋通告センターの方も、そんなようなことを言ってたしね。終わらせたければ、お金を納付するようにということを言ってたもんね。汚ねえな、これ。しかも、次回は7月18日でしょ？今4月だぜ。ああ。この件をそんなに長引かせるの？どうしようかな。まあ、ちょっと迷うけど、7月18日に錦糸町まで出頭して争おうかと思います。交通取締りに納得がいかなくて争った場合どうなるかというのがこの動画の視聴者さんにお伝えできるというメリットもまああるのかなと思うので、争おうかと思います。これだけは言っておきたいんだけど、お金と点数は一切惜しくないです。5年に1回くらいしか交通取り締まりに合わないから、点数は3ヶ月で回復します。じゃあなぜ争うかというと、単純に納得がいかないからだけです。でも納得がいかない人っていうのは手間がかかるわけだよね。今日さ、仕事を犠牲にして平日の真っ昼間に何しに池袋通告センターに行ったのかよくわかんねえじゃん。新たな納付書を発行されて次の行き先を案内されただけじゃん。そんでさ、次の行き先は自宅から遠い錦糸町だかんね。しかも2ヶ月半後の7月18日です。交通違反で取り締まられて納得がいかない人の多くが泣き寝入りしちゃうんじゃないかな、そう思います。これが私の見解です。この件はまだ続くと思うので、よろしかったらチャンネル登録お願いします。